アイリスセッター、何がこう変わってきたか。1782年です。革自体はここの縫い目、確かにね、形、はい、このソールが、まあ、ソールがいいんですよ。なっていインタグっていうものであるっていっぱい、ここのネタのことで、レッドウィングアジアマーケティングマネージャーの阿部と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。目の前にいますけど、はい、今回お聞きしたいのは、はい、まあ、いろんなところでブランドは聞かぬふりをされているんでしょうけど、はい、やっぱここまでの歴史が長いな。そうですね、レッドウィングであり、はい、その中の本当に代表的なモデルである、はい、このアイリスセッターは、はい、ずっと立ってくる中で少しずつディテールが変わったりとか、はい、まあ、ある意味デニム的な楽しみをされている方たちもいっぱいいる中で、それを何がこう変わってきたかっていうのを今回は教えていただきたいなと思って、はい、目の前に用意していただいたのが、875っていう品番になります、はい、まあ、いわゆるレッドウィングの代表的なこのっていうモデルになるんですけども、はい、これが1982年はい、に作られた、もう40年前ですね、はい、かなりやっぱりいい、そうですね、出てますね、はい、これは誰かの、はい、履かれていたものなんですか。これは、今会社で保管しているアーカイブになりますね、はい、あ、アーカイブ、はい、アーカイブといってもほとんど変わってないところにはなるんですけども、はい、こちらが現行です。で、こちらが現行、はい、で今後ほどお話しさせていただくんですけども、はい、ジッパーユニット、ジッパーユニット、はい、ちょっと前にすごく話題になりましたね、はい、要はこの40年前のこちら、はい、そして2022年の、はい、こちらのこと、はい、こちらのことっていうものをこう比べてみたときに、当然なんか質感とかは違いますけど、どう違いがあるんですか。基本的に僕からお伝えできるのは変わってないっていうところ。変わってない、はい、この40年間作ってる中でもほとんど、はい、変わってないっていうところがポイントです、はい、アップデートもそんなにしていないっていうところで、まあ、細かいことからお話しすると、はい、やっぱり当時のレザーのこの質感だったりとか、はいはい、その年代によって、うん、革の感じはやっぱりどうしても異なっちゃう。なるほど、はい、これは革自体は同じ革です。同じ革、同じ革なんですけども、はい、こうやっぱりこう飼育方法とか、あ、はいはい、そのやっぱり当時 の、 あのやり方だったりとか、そういった部分で若干やっぱりその革の質感は異なっているんですけども、はい、ほとんど変わってないっていうのがレッドウィングです。へー、はい、な、本質的には革も変わっていない。そうなんですよ、本当にちょっと細かいところとかで言うと、ここの縫い目は今のやつだとちょっとこう、確かに確かに、こういうちょっと若干の本当に細かいところの、違いはあるんですけども、なるほど、はい、なので例えばもう少し細かいことを言うと、はい、この縫い方がちょっと若干違うとか、あ、確かに、はい、そういう本当に細かいアップデートのみでここが大きく変わりましたみたいなところが出てくるんですよ。はい、そうなんですね、はい、あとはこれは今のうちのアップサイクルっていうプロジェクトの中でも一点一点違うところであるのが、刻印がされていた当時のものもあれば、はい、あ、ここだね、はい、あ、はい、あとその刻印がうちのレッドウィングのロゴのマークになってた、はい、っていうのがちょっと年代でちょっと違かったり、はい、っていうのがあるぐらいですね。そうか、じゃあもう本当に完成されている形、はい、このソールがこちらはすごくこう黄色っぽくて、そうなんですよ、もともとこの色なんです。あ、これもそうなんですよ、これは経年変化によって色が変わったと、はいはい、そうです、そうです、それだけなんですね、はい、おー、そうなんですよ。このソールってあのスニーカーとかだと加水分解とか、はい、その保存による、はい、あのすごく気をつけなきゃいけないことありますか。はい、トラクションポレットソールに対しては、はい、そういう加水分解とかは起きないんですけども、はい、ただどうしても硬化しちゃうんですよ、硬くなっちゃって、硬くなっていく、
なのでそこをする上での帰りが悪くなっちゃうので、はい、そうなった場合は今もこう見て分かるとソール変わってないんですよ。ほんとだ。なのでこのソールに交換していただければ、うん、問題なくすごい履いていただける。ソールを作っているのも自社。そうです。なのでオフィシャルのここにネットワークのところも入ってます。はい、これもなんか変わっていないんだ。そうなんですよ。あ、なのですごい面白いんですよね。逆に全然変わっていないのにいろんな細かな違いとかを、まあ、楽しんで、はい、細かいところをちょっと、はい、あの微調整してるっていうような。ラストとかも変わってないんですか。はい、基本的には一緒です。もちろんそのワイズだったりとかはあるんですけども、はい、はい、ちなみにさっきのあのプロダクト自体に入っている、はい、あのタグの違いっていうのはなんか ありましたけど、はい、こういう種類があります、はい、シューズボックスタグとか、はい、例えばあの内側に入っているタグだったりとか、はいはいはい、そういったところの違いは。そうですね、例えばなんですけども、はい、これだったらアイリッシュセッターのタグがついてる、こっちの今のこのものになると、はい、これインタグっていうものではなくて、うちの、はい、レッドウィングのロゴになったりとか、すごい細かいところの部分の違いもあります。あ、そういうことですね。はい、プロダクトの、あの保管するところがこう徐々に変わっていっていく、うん、そうですね。あとは当時なくて今あるものでいうとこういったジッパーユニット、このフロントの、はい、これはいつ出たんですか。これはですね、ちょうど2年ぐらい前になりますね、はい、着脱がすごく楽になって、はいはい、脱ぎ履きが楽になるっていう感じ。感覚としてはすごくファッション的なデザインのアクセントにもなっているし、うん、はい、脱ぎ履きするためのツールだとすると日常使いの。そうですよ、もともとファイヤーマンブーツとか、はい、なんかそういったところで用いられたのを僕が入る前から企画されてたものだったので、ローチするタイミングはちょっと僕も感じそうだったんですけど、もともとのこの、まあ、ネタ元というかはございます。はい、そのファイヤーマンブーツもレッドウィングのですね。お、はい、そういうことだ。はい、ある意味ミクスチャーというか。そうですね、ただちょっと俺が考えたっていうところが多くてちょっとどうなるかと思いました。グレーです。はい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 、このモデル誕生して何年ですか。このモデルはアイリッシュセッター1950年代から10年代から、はい、ずっとこのじゃあ70年ぐらいの、はい、歴史の中でここまで大きな変化、まあ、これはあの、はい、エクストラなものだと思うんですけど、はい、っていうのがついたっていうのは初めてなんでしょうか、こういうフロントジップ。あ、ですねですね、はい、そうですそうです、そういうことは初めて、はい、でもそれ2年前以降2020年以降っていうのは、はい、本当に去年何も変わらずにこう作れる。で実際これもジッパーユニットは別売りなんですよ。ああ、はいはいはい、はい、なのでご自分であのご購入されてつけるつけない感じの中で、はい、別売りとしてこの状態で販売してるわけではないです。あ、今日ちょっとその違いよっていうところで受けてきたのを、はいはい、ちょっとお持ちしたんですけども。そういうことですね。はい、そうなんです、それぐらい変わってないんですね。本当ですか。はい、これはちょっとまあ僕が作ってるわけじゃないんで本当です、はい、なるほど。じゃあ、はい、あのものすごくこう細かいこうディテールの違いみたいなことは何かって思ってたけど、はい、実際はじゃあそこまでなく、はい、今でも、まあ、履き込んでいけばこういう姿になるし。そうですね、わかりました。はい、ここでオフィシャル の、はい、あの見解をお聞きできて良かったです。はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ細かいレッドウィングのディテールの解説、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。